答弁ありがとうございました。それでは順を追って再質問させていただきます。一番最初の地域資源を生かした交流の推進ということで、ジャコウアゲハ飛び交う街づくりについてですが、馬の鈴草は本当に挿し木で増やすことができますので、実際その現地、言えないんですけど、本当に黒い、きれいなアゲハチョウが飛んでるんですが、その自然保護団体の関係で馬の鈴草を踏み荒らしてはいけないので、この場所はそのまま抑えてくれということだったんですけども、アゲハチョウっていいますと、姫路市の姫路城の河原にもこう何ですか、家紋が河原の門として飾られてるんですけども、そういったジャコウアゲハが乱舞するような小路市ができればですね、姫路市の人も見に来てくれるんじゃないかって、ちょっと薄い期待を持ちながらこれ提案してるんですけども、先ほどの答弁の中で人が集まってきて、その踏み荒らされてっていうこともあるんですけども、実際小谷村や上田市でそういった成功例を見ますと、ちゃんと道を作ってここから入らないようにということをやってるところを参考にしてですね、主目的はこれジャコアンヒャじゃなくて、有給農地の解消に地域資源を生かした交流の推進ができないかという目的で提案してございまして、そのやり方のいわゆる小児市が馬の鈴草じゃなくて馬の鈴草が群生できる環境状況、それを食するジャコウアゲハの幼虫も住みやすい場所だということが自然が教えてくれていますので、ぜひその辺でですね、今先ほどお答弁いただいてますけども、そういった有給農地解消と地域資源を生かした交流の推進事業として、有給農地のそういった解消にぜひ結びつけていただきたいんですけども、有給農地解消という面からちょっとお答えいただければ、そんなような案はいろいろまた出していただければ、有給農地解消につながるようなことは参考資料として受け入れてくださるかどうか、お伺いします。市民生活事業部長。有給農地解消というご提案ですが、ちょっと私の方から、答えさせていただきます。馬の鈴草の繁殖、あるいはジャコウアゲハを通しての町づくりをされているという団体につきましては、私ども承知しております。ただ先ほど議員が散歩の途中に目を止めて保護のために、そっとしておきたいと、思われた通り、要はポイントは塩尻市ではまだ非常に希少種だということが言えると思います。一つは移すことのリスク、新しい環境に合うかどうかということ、それから、場所が知られてもしまうリスク、今あるものでも実際そういう活動を通すことによって他の方に知られてしまう、それとも、移植先での周りの生態系への影響当然あると思いますので、そういった形の中で非常に塩尻市ではデリケートな存在であることは確かです。で、先ほどの例などの参考にしまして、先ほども言いましたけれども、専門的な知識を持つ方とか、あるいは自然保護活動に取り組んでいる団体などから、ご意見をいただく中で、今後調査研究していきたいと考えておりますので、ご了承いただきたいと思います。8番議員。はい、非常に優等生な答弁いただきまして、ありがとうございます。実際、小谷村もね、上田市も、そういった苦労を重ねて、7年、5年かけてできたんですから、そのせっかくそこに成功例が並んでますので、こういった馬の鈴草群生地作りたいという気持ちがあればですね、で、有給農地解消したいというお考えが少しでもあれば、そういうところに勉強行くのも、見させてもらうのも一つの策だと思いますので、すぐデスクワークから離れて、ちょっと上田とか小谷は近いですので、参考にしてもらえればと思いますが、実際アサギマダラのような優雅さはないんですが、本当に黒い車のストールを聞いた貴婦人みたいな感じの黒アゲハですので、ぜひまたシーズンになったら8月9月私にと来ればご案内しますので、内緒でまた、見てもらいたいと思います。そういうことで、一番の馬の鈴草の繁殖についてはよろしくお願いいたします。
次、伝統野菜で地域おこしについてということですが、塩尻市は先ほど七井の羽淵の羽淵きゅうりもあるんですが、まあ、その長野県 そのリストを見ますと、木曽の奈良川の木曽菜から切り場松本地大根が認定されてまして、羽淵きゅうりもシーズンになって行きたいと思って地場産センターなんか行ってみるんですが、午前中売り切れちゃってとても入手できないということで、ちょっと食べてみたいなと思っているんですけども、加工品が先ほどあるということで、加工品もまた食してみたいと思いますけど、生産者側からするといわゆる多品種混多味の菌があったりして、形や味が崩れたりして本来の姿が伝わっていない品種も出てしまうので、生産量を増やすにはいろんな苦労しているということを聞くんですが、ただその独特の味や香りを持つ伝統野菜に流通業者の関心は非常に強いと聞いております。需要が見込めますので、信州水そばもですね、同じコンタミ回避の回答で生産地を勝鶴地区に限定してはいるんですけども、非常に中山間地の多い塩尻市からしますと、その中山間地を利活用させた産地化が期待できますので、ぜひその今の品種以外にも長野県の方にかけてですね、伝統野菜を PR していきたいと思うんですが、伝統野菜認定されればですね、伝承地栽培認証称号というマーク、商標がもらえます、認証がもらえまして、それがいわゆる安心安全の食品として流通できるようできますので、そういった流通業あるいはそういったことを使って料理に使いたい方々も増えて人気が出てくると思いますので、ぜひせっかく持っている宝でございます奈良井羽淵をもっと生産上げてくださいとか、木曽菜だとか、切り浜松本地大根をもっと増やしてもらいたいと思うんですが、先日こんな話がありまして、私ぜひこの気になったんですけど、11月16日に松本調理師製菓師専門学校で開催した市民参加料理コンクールの一般の部で、ここで塩尻市長賞が出たりしたそうですが、大会長賞をいただいた方が熟年パワーの女性で、郷土の食材伝統行事食の知識をベースに地場野菜の前菜が評価されて、大会長賞をいただいたと。その方が食育の一から学び直して地域の子どもたちに郷土食を伝承したいと言ってまして、大会長はその評価に味おこし松本の大会スローガンそのまま力作だと評価していたということでございますので、このようなことでぜひ奈良川地区のおこし組合や、地域おこし組合とかですね、市内の生産団体がそういったことを利活用兼ねて地域おこししたいってあれば、市の方は何らかのご支援をいただけることは可能でしょうか。お伺いします。地域ブランド担当部長。はい、ですね、奈良川地域おこし農家組合の、羽淵きゅうりについてちょっと申し上げますと、伝統野菜に登録するには、生産団体ですとか生産者、そして畑ですね、補助畑までも登録をしないとして、それで先ほど答弁でお答えしましたとおり、昭和30年以前からという、そういったハードルといいますか課題をクリアしていくというそういう形になります。で、現在ですね、農家組合の方々はこの登録の時点にですね、中期的なその計画を立てております。で、今年度先ほどお話ししましたように 3.6R なんですが、3年後には 10R、一旦分にしていきたいということでございます。3.6R で約1100キロくらいの収穫がありますので、約3倍ということで3トンくらいの収量が見込めるのではないかなということは考えております。で、そういった取り組みに対してですね、市の方としましても補助金を、そういった育成補助金をですね、交付をしながら、支援をしていくという形でもって今実際に支援をさせていただいておりますので、他にも、そういう形で伝統野菜というものをですね、先ほど言いました木曽菜ですとか、それから地大根ですか、こういったものも取り組みたいという、そういう、木曽菜と地大根は地域でも認定になっているものですから、なかなか難しいかなというのはありますが、塩尻市のみでという形になれば、羽淵きゅうりになりますので、これからも支援をしてまいりたいと考えております。八番議員。
はい、補助金出していただいているということで、すみません、勉強不足だったんですけど、本当に前向きに考えていただきたいんですが、そういった伝統野菜、なぜこう地域おこしにつながらないかということを提案してますのは、飯田下伊那地方のですね、原助かぶなを使ったツアーを組んで、ツアー客に収穫や調理、試食を体験していただいて、好評だったというのが、昨日おとついの新聞に載ってましたかね、冬のお茶のお供として、地元の家庭に親しまれている伝統野菜を保存、継承しながら、独特な味や香りが流通業者の関心は強く、需要もあるので、ということで、ぜひ市の方も支援していきたいという話ですので、今、市の方は補助しているということですので、この部分は質問を削除しまして、そういったことの伝統野菜でですね、参加地域の栽培には担い手不足が挙げられますが、先日、常任会福祉協議委員会で、北海道の方に視察行ってきたんですが、そこで介護予防と農業とという観点で、タイアップ連携するところがありましてですね、そういったことで担い手不足の方もそういった留萌市でありました農業と福祉の連携による6次産業化事業ということをやっておりまして、正直もそのように、伝統野菜について山間地域での担い手がないという問題がありましたら、それも参考にしてぜひ前向きにご支援をお願いしたいと思います。これは通告しておりませんのでお願いで終わります。さて次で高ぼっち高原の春の続いと秋のもみじについてですが、本当に塩地の観光資源として高ぼっち高原を生かしていて、例えば一般社団法人化した塩地観光協会が8月下旬には夕暮れや夜景、星空を楽しむツアーを企画したら50数人の参加者で満喫したと言っておりましたし、また牧場では松本や木曽からの家畜農家の畜産農家の牛が6月から40頭近く放牧されて訪れる観光客の目を楽しませていると。一方ですね、夏の諏訪湖の花火大会には一般車両が駐車場からあふれるかになってしまって、実は市でやっている植生のところに入ってしまって植生に影響が出るほどの影響も出ていると言ってるんですが、このように先ほど目的が違うという話でしたけれども、私はこういった地域資源を生かした交流でにぎわい創出して生じしてもにもっと環境客が来ないかということで、今回の質問させていただいているものですから、これは観光目的は違うよというご答弁はちょっと残念なんですけれども、そのようにですね、高ぼっちが通年にぎわったら、自然保護管理体制を整えなきゃいけないという整備につながりますし、ひょっとして管理棟の売店も復活しなきゃいけないのになっていると思うんですよね。そうすると去年起こりました仮設トイレ設置の非常に正直とも恥ずかしい、トイレの裏側で用を足してしまったというような理由も驚きましたが、その管理体制が充実すれば発生しなかった問題だったかもしれませんけれども、国定あるいは県の許可を得なきゃできないということでございますが、何かこの春と観光競馬以外にですね、もっと秋、冬はちょっと通行できないんでしょうけども、そういったにぎわいに、通年のにぎわい創出に何か考えていることありましたら、お答えできますか。市民生活事業部長。はい、議員おっしゃるように、高渕高原は通年でにぎわうことを市としても非常に好ましいことと思いまして、そうなる取り組みをしていくことは大変必要なことだと思っております。ただ高渕高原、そのほとんどが草地が広がっているというようなイメージの環境にありまして、希少な植物も生息している状況でございます。でそのような場所に先ほど楓、もみじは楓等というお話あったんですけれども、そういった香木を外部から持ち込んで植栽するということにつきましては、高ぼっち高原本来の生態系に影響を及ぼすと、本来の良さが損なわれてしまう可能、危険性もあることから、植栽自体は難しいんではないかと、ちょっと自然保護の立場で言ってますので、固い話になってしまうんですけれども、先ほども申しましたように、ご提案の趣旨、十分よく理解できますので、そういったことも踏まえまして、県とも十分協議しながら、研究していきたいと考えております。8番議員。